皆さんこんにちは。突然ですが、この動画を開いたそこのあなた、ドライバのインストールでお困りではありませんか？最近 OBS 配信で使うために GT710 を買ってみたのですが、 Ubuntu で NVIDIA を使うのは初めてで、ドライバのインストールはなかなか大変でした。この体験を忘れないうちに皆さんと共有したいと思い、本動画を作成した次第です。 AMD の GPU も持っていますので、ちょっとだけ触れています。初心者向けに詳しく解説していますので、気になる方は見ていってくださいね。本動画の構成はこのようになっています。概要欄にタイムスタンプがありますので、ご利用ください。結論から言えば、初心者の方はドライバに触らなくて大丈夫です。 AMD ではオープンソースで高機能なドライバを提供しており、 Ubuntu では標準でインストールされています。ゲームやブラウジング、 OBS 配信など普段使いであればこれで十分です。より高機能を求める場合は AMD 公式ページから Radeon Software for Linux をダウンロードすることになりますが、私にはハードルが高すぎるため本動画では扱いません。ドライバ情報の表示ですが、 Windows だとアドレナリンエディションで分かりやすく表示できますが、 Linux の場合、ドライバがインストールされているか否かは GPU 情報から読み取る必要があります。設定からシステム情報で GPU の型番が表示されているはずです。コマンドで見るなら GLX-INFO-B などがあります。正常に認識されています。動作状況をリアルタイムで確認するにはラデオントップが便利です。 GPU 使用率やメモリクロック等の詳細な情報を確認できます。 AMD の説明はこんなところです。 NVIDIA の説明に移ります。まず Windows に切り替えて GT710 を動かしてみましょう。 Windows 版のドライバをインストールし、 GPUZ を開いてみます。GDDR3、 メモリに G、 完全にローエンドですね。 OBS でハードウェアエンコード録画をするのが目的なのでやってみます。 H264 は動作しましたが、 H265 は対応していないようです。 Ubuntu に戻り、同じ動作ができるか検証していきます。さて、NVIDIA は AMD と違って標準ドライバ、NUVO の性能が低いので、ドライバのインストールが必須作業となります。最も簡単な方法です。ソフトウェアとアップデートを開き、追加のドライバをクリックすると利用可能なドライバが表示されます。プロプロイエタリとは、ソースコード非公開のオープンソースではないソフトウェアのことです。検証済みと書かれているものとサーバーがついているものがあります。両方で H264 映像エンコードを使って録画をしてみましたが、ダメでした。 NVIDIA の GPU 情報を確認するコマンドはこのようなものがあります。ドライバは正常にインストールされているようです。普段使いであれば問題ないので、不都合がなければこのままお使いください。この後、端末からのインストールと NVIDIA ホームページからインストールする方法を試すのですが、下準備が必要です。少し長くなりますが、お付き合いください。まず、ディスプレイサーバーをログイン画面右下の歯車から XORG に設定しましょう。次に、インストールしてある NVIDIA のドライバを完全に削除します。これで NUVO だけの状態になりました。
システムを更新します。 Ubuntu 標準のテキストエディタ Nano を使用してカーネルモジュールの設定ファイルを作成します。この画面が立ち上がったらコマンドを2行入力します。保存のショートカットキーはコントロールプラス O です。下の方に書き込むファイルの表示が出ますのでエンターキーで保存完了です。終了のショートカットキーはコントロールプラス X です。初期ラムディスクの設定ファイルイニットラム FS を更新します。これでヌーボーがロードされなくなります。再起動するとヌーボーを含む NVIDIA ドライバーをすべて無効化したのでグラフィックボードの映像出力から Ubuntu は映らなくなりました。一旦電源を切り映像出力端子を GPU からマザーボードに差し替えましょう。電源を入れたら BIOS に入りプライマリーディスプレイを IGFX にしておきます。この時点で 2500K の内蔵 GPU を使った映像出力となります。 GPU のない F 付きの CPU をお使いの場合はどうなるんでしょう。わかりません。Ubuntu 公式リポジトリもしくはパーソナルパッケージアーカイブ略して PPA を使う方法です。事前準備は済ませておいてください。まずシステムのソースリストに NVIDIA の PPA を追加します。対応するドライバのバージョンを表示させます。バージョン470の2つとヌーボーがUbuntu 公式リポジトリのドライバです。ディストロはディストリビューションの略で Ubuntu ディストリビューションによって提供されているという意味です。Ubuntu 公式の方がシステムの安定性、互換性が高いので通常はこちらを選択しましょう。390が PPA のドライバです。最新のソフトや特定のバージョンをインストールできますが信頼性に注意してください。サーバーがついていない470を使用します。インストールが終わったら再起動して正しくインストールされたか確認しましょう。ここで一旦電源を切り映像出力ケーブルを GT710 に差し替え BIOS の映像設定を IGFX から PCIe に戻せば使えるようになるはずです。では OBS を開いて H264 での録画をやってみましょう。またしてもできません。3つすべて試してみましたが無理でした。普通は必要ないので興味のある方だけご覧ください。事前準備を済ませて作業に入ります。依存関係の不具合解消に役立つパッケージを2つインストールします。ホームページからドライバーをクリック。ドライバーの手動検索と進みプルダウンメニューから選択し対応する Linux ドライバーを見つけダウンロードしましょう。ダウンロードフォルダを開き空白を右クリック。端末で開くをクリックします。ダウンロードディレクトリで端末が開きました。 LS でファイル一覧を表示させ、続けて CHMOD+X ファイルネームを入力。 CHMOD+X はファイルに実行権限を付与するコマンドです。この後X サーバーを停止させるのですが、そのためにディスプレイマネージャーの種類を調べます。ディスプレイマネージャーは GDM ノームディスプレイマネージャーです。次に仮想コンソールに移動して操作を CUI に切り替えます。私の場合は F3 で切り替えできました。初期の GUI 状態に戻るのは F1 キーです。この状態で X
FX サーバーを停止させます。続けて CD、ダウンロードと入力を試みますが、日本語入力ができません。フォルダ名が日本語なので手詰まりでございます。一時撤退し策を練ることに。ググってみるとフォルダ名を英語にするのが一番早そうなのでやってみました。 OK。 今度は最初から CUI でやってみます。ここから先ほど撤退したところの続きです。 X サーバーを停止させドットスラッシュファイルネーム、エンターでインストールが始まります。いくつか質問があります。 NVIDIA ドライバの別のインストール方法が検出されました。これは通常ディストリビューターが提供するパッケージです。 NVIDIA インストーラーでインストールされたドライバよりもこの方法でインストールされたドライバの方、途中は省略します。インストールが完了したようです。再起動して GDM を復活させます。一旦電源を切り GPU に HDMI ケーブルを挿して BIOS に入り、プライマリーディスプレイを PCIe にします。さすがに公式ドライバーを入れれば動かないなんてことはないでしょう。ここまで来るのに結構苦労しましたよ。いかがでしたでしょうか。結局 Ubuntu で H264 の録画はできませんでしたが、 GT710 の Linux ドライバの NVENC サポートが終了したためと思われます。解説した手順は間違ってませんのでご安心ください。公式サイトの NVENC 対応表を見てみると、 Windows で使えているにもかかわらずGT710 は見つかりません。現状では Windows の方は非公式で対応しているということでしょう。このままだと決まりが悪いので、対応表に記載のある GTX1650 を購入し、本動画の手順で問題なくインストールできました。購入前に目的の動作ができるのか公式サイトで確認してから購入するのが大事ですね。今回は骨折り損に終わりましたが、インストールの手段を複数提示したのは不具合が起きた場合に役に立つかもしれないからです。個人的には端末から APT コマンドを使うのが最も効率的だと思いますのでおすすめいたします。以上です。この動画が皆様のお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンをよろしくお願いいたします。